遅いかっていうか感覚変わるんですよね。あとは遅いんですよ。入れてもう一回入れてもう一回入れてほんでこう効かせるぐらい。もう一歩ここが欲しいんです。ここがもう一歩これが欲しいんです。これが一線は内から外、一線は内外から内っていう感じ。こういうことです。どうですか岩平さん。非常に硬いです。あのお疲れですね。こう指先にこう置いた瞬間にあ凝ってるっていうのがすごく伝わってくる硬さですね。そうだね。これとこれのこの隙間のところに腱、脊柱起立筋という筋肉、そうめん、ソーセージ君。そうめんちゃんはですね、ソーセージ君とこの腱棘突筋のこの傍らにこうおります。こんな感じですね。もっと細い、もっと細いイメージです。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。6時間の勉強会でしたけど、はい、今までにない勉強になりました、はい、まあ来た甲斐がありました。あ、そうですか。はい、良かったです。はい、良かったです。まあ、先生、教え方が上手やから。あ、ありがとうございます。僕も、まあね、学校も行きましたけど、はい、まあ、教えてくれないですからね。そうなんですか。聞かせるコツっていうような、でここなら教えてくれそうと思ってた同僚も、あの、よかったら来たいって言ってます、ね。あ、そうなんですか。壁にぶち当たったら、またここへ来てアドバイスを。はい、あれですか、YouTube の動画で今回見られて、で今回来られたんですけども、はい、動画で見るのとこう実際やってみるのとっていうのはやっぱ違いましたか。かなりあの動画でこう細かいとこまで先生がこう説明してくださって、他の動画見ててもあんまり自分のマッサージにこう役に立つ動画なんてほとんどないんですけど、先生の動画は自分のマッサージに取り入れてやってみるとお客さんの反応がちょっと良くなってたりしたから、もうちょっと奥深くまで聞いてなればさらに良くなるかなと思う。明日ソーセージ君とそうめんちゃんをね、はい、ちょっとあと玉のリピエロちゃんと、はいはい、シャルイーダンス理論を駆使してやってください。さすがに理論と、はいはい、あ、さすがに理論めっちゃ酷ですね、はい、楽しみですね。いつもこう YouTube で、はい、来てからゆっくりゆっくり大きく大きくねちっこくねちっこくってそれだけイメージするだけでもだいぶ、あ、自分のマッサージがちょっと変わったかなと思って、動画を見て、それだけでもだいぶ変わったかなって思う。この掛け声いいなと思って、ゆっくりゆっくりとか、自分穏やかな気分、それを声かけながら自分で心の中でつぶやきながらマッサージやってるんですけど、本当にね、動画を見てくれて来ていらっしゃって、僕もこう説明したのが、ああそれ知ってますって感じで分かっていただけるやりやすかったですね、すごく。あれなんで知ってみたいなのが結構いろいろあったんで結構ノートと動画見てノート撮ってやってましたから、ありがたいですね。あちらマッサージの DVD もご購入して。マッサージはね、また見る時間が、あの見たい時間がなかなか取れなくて、ま、これから帰ってじっくり勉強します、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございました。今日はというところありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。6時間ってちょっと長いのかなと思いましたけど、あっという間に6時間経って、はい、明日から自分のマッサージの仕事を壁にぶち当たってたんで、この、まあ、今日習ったことを、あの、自分の仕事に生かしてその壁を乗り越えていけたらなと思ってます。筋肉をこう自分の指の感覚で捉えてマッサージしてるっていう、そういう感覚は今までなかったんで、こうただこうマッサージしてるんですけど、ここで今この筋肉を捉えた、それをこう圧迫するっていう、そういうのは今までなかったんで、これからそれを筋肉を自分の手で
う感覚ですよね。そうですね、今この効かしてる筋肉にこう指が入ってるなっていう感覚っていうのがすごい、ね、捉えたっていう感覚が今まであんまりなかったんで、はい、これから、まあ、帰ったら明日から、はい、それと一生懸命先生が良いという筋肉の絵を描こうかなと思ってます、はい、今日その感覚つかみました。そのなんとこう効かしてるなっていう感覚っていう、はい、それは今までにない感覚でしたね、はい、先生も言われたみたいに筋肉の起死停止っていうのはあんまり意識してなくてマッサージしてきましたから、筋肉の起死停止をしっかりマッサージしていきたいと思います。今日本当にありがとうございました。ありがとうございました。